ああ、どうも。あああ、どうも。いや、また今日もなんか、テーブルの前に薬並べちゃって、なんか調子悪いアピール、激しいね。いや、違う、昨日ね、俺、マジで夜中にね、救急車呼ぼうと思ったんですよ。どないやったん？もうお腹痛くてお腹痛くて。お腹痛いの？で、呼ぼうと思ったんだけど、なんとか耐胃薬飲んだりとかして、えた？胃が痛くて？耐えたんだよ。で、まあ、その、さっきも胃薬飲もうと思ってさ、飲んだ後見たらさ、ロキソニンだったんだよね。昨日救急車呼ぼうってさ、思ってる人とは思えないよね、今もうタバコ片手にいや、俺さ。ね、実はその救急車呼ぼうと思ってさ、まあ、なんとか寝たじゃん、また。で、朝起きてさ、また薬飲んでさ、まあ、そのこ胃とを、薬？そのことを忘れたんだろうね。昼にカツカレー食ってる俺がいたんだよね。元気じゃん。元気すぎるよ。まあまあ、いいや。まあでも年になると1回や2回あんのかな、救急車呼ばなきゃっていうシーンがさ。まあ、もともと俺、そういうの大げさな方だからね。確かにね。さっきちょっとパスポートセンター行ってきたんですよ。パスポートで、ああ、何、池袋サンシャインの？サンシャインの。で、まあ、その前に、俺さ、切れちゃった期限が。で、来月ちょっと俺、ちょっとアメリカ行くから、んなに嫌いだったアメリカに行くいや、の？ちょっとロスの方にね、ちょっと用事があって。マジで？それでね、パスポート出して、まあ、エスタのあれやろうと思ってパスポート出したんだよ。去年で切れてんじゃねえかよと思ってさ。ずいぶん前に切れてんだ。やべえと思ってさ、区役所行ってさ、戸籍謄本取ってさ。あ、そっかそっか、全部やらなきゃいけないもんね。結構めんどくさいんだよ、パスポートめんどくさね。いんだよ。そうなんだよ。で、まあ、行ってきてさ、で、5年、10年じゃん。いつも迷わず10年じゃん。普通はね。でも53歳は10年って言えなかったな。どういうことだって、63じゃん、10年経ったって。だってさ、10年の間にどんだけ顔変わるって。今回の10年はね、今までの10年とは違うんだよ。だからすごいね、年になっちゃった。なっちゃったのよ。だから今までみたいに気楽に10年とは俺はやっぱできなかったね。5年で知ったの？5年にした。ずいぶん刻んだね、これ。で、生きてる保証だってないんだよ。まあ、それそうなんだよね。ね、10年前の俺はね、まだ生きてると思ったけどさ、まあ、今の自分は。生きてる、それよりも何よりもさ、顔が変わって、あんた誰って言われる可能性の。ああ、そっかそっか、パスポートだからね。10年はでかいね。で、親戚のおばさんにね、5年ですかって言われて、だって10年じゃ変わっちゃうでしょうかって言ったんだよ、俺も。そんなことないわよって言ったんだよね。優しい優ね。しいの、あのおばさん。すごいな。いや、でもやっぱり10年にすればちょっと後悔したんだよね。値段違うの？違うよ。結構違うの？1万1000かな、5年は。10年が1万6000かな。変わんいや、別に、ないじゃん、だって、金の問題でやったんじゃないだから、そうか、顔の問題顔だのから、問金じ題ゃなくてな。そうか、そうか。今、知らない一つないわけだよ。なるほど。これが、もう10年後にそは、うだ真っ白になっちゃっよ。て。63歳の時に53歳の写真っていうのは、随分違うと思うんだまあ、よ。確かにそうだ。高校生の時に3歳の写真見せるようなもんなんだまあ、よ。そろそろだ。そんなに違いがある。あそこの署名みたいなのがあるじゃん。ある。あれ何してんの？漢字にしてるかって英語にしてるかってこと？漢字だよ。なんで？あれ、こう、盗まれた時に、日本語だと外国人が盗んだ時に書けないから日本語がいいって言われたの。で、書けないじゃん、絶対。まあね。でも、インターナショナル的には英語で書きたくなるじゃん。俺、初めて英語で書いた。なんで？ていうか、なんだろ、サインしてくれた時にさ、自分のいつもサイン会でするサインの方が楽じゃん。あれでしたんだよね。こうだろうって。なんだよ、それ。そうすると俺はもうさ、そういうことか。癖のように書けるからさ。なるほどね。そうか。あれもある意味真似できないよね。まあ、できないね。やっぱり。俺の王貞治のサインだって似てるけどダメだわ、やっぱり。そりゃそうだろ、お前。それ、ダメじゃなかったら問題だろ。そうだよね。まあ、誰もさ、誰が頼むの、小樽君に王書いてっつって。いいよね、今ね、ボール持ってきてね、小樽さん、王お願いしますよっつって、シャ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 って書いたらさ。そうだよね。あの頃さ、ワンちゃんのサインってさ、たくさんそういうのに出てたじゃん。だからイメージすぐ分かる。なんか王がこう丸くなってる感じで、真ん中がね、王のね。そうだよね。雲母星人っぽいやつ。そうそう、雲母星人っぽくなってるよね。分かる。王も長嶋もなんか引退してからなんかサインちょっとあれだよね、変わったよね。あ、そうなんだ。なんか筆になったからかな。ああ、やっぱ現役時代ちょっと変えてんのかもよ、むしろ。なるほどね。変える？だってさ、うちもさ、リンゴ玉木がさ、占い師にさ、
なんか占ってもらってさ隠しがね、リンゴ玉木っていうもう芸名自体が最悪って言われたじゃん。あったあった、もうあんたこんなことやってたら明日死ぬよぐらいだって言われたんじゃない、今玉木が。でどうするって言って相談受けたじゃん、孝太郎。受けた受けた、それで孝太郎君言ったんじゃないの、うん、S でつければいいんじゃないのっつってそれがスペシャルの S なのかスポーツの S なのか知らないけど、で最後のあいつ辞める年のサインがリンゴ玉木 S だったんだよね。そうそうそう、貴重だよね、貴重。車にもね、あるからね。そう。だベンツの、ベンツとかさ、ベンツの S クラスの S か、S クラスで俺が言ったんだ。ね、簡単に S ってつけちゃえばいいんだよ。それ、画数が一つ増えるから、つって。うん、じゃあ、最高の画数になるとか言ったんだよね。これ、画数が一個足んないとか言って。じゃあ、S でいいじゃん、つって。たまちゃんも、たまちゃんで。たまちゃんも、たまちゃんで。リンゴたまき S。そうそうそう。って書いてたんだけど、結果やめる結果になったんだよね。そうなんだ。だから変えられないんだよ、これが。そうか、うん、最良だったの人もう、あ、それがやめたことが良かったんじゃないの、あいつにとって。そう、もしかしたら可能性は、うん、今も元気でやってんだからさ。そうだよね、うん、いいことなきね。でもさ、占いとかってさ、小田君さ、俺あんま信じてないんだけど言われると気になってしょうがないね。そうだよね、うん、やっぱ S つけたくなっちゃうよね。こんにちは。昔からファンだった旦那の影響で私もすっかりファンになりました。はい。山形に住む、玉文母ちゃんです。玉文母ちゃん、うん、先日食卓でのこと、孝太郎さんの影響でしっかり常備されることとなったふりかけ、サルカニ合戦について話しながらご飯を食べてました、うん、主な議題は乾燥剤について、うん、想像以上に白熱してしまったのですが、うん、最終的には孝太郎に何とかしてもらおうと落ち着いたのでした、うん、するとそれを聞いていた次女4歳が、うん、孝太郎って誰と聞いてきたので、T シャツレボリューションでギターを弾いてるおじさんだよと教えたところ、うん、あれはおじさんじゃなくお兄さんと言いました。お、旦那も私も爆笑。ええー、子やな、うん、そこでじゃあ歌ってる人はと聞くと、うん、長女7歳が、うん、あれは先生、先生、うん、3月に子供をどこかに連れて行った回がありました、うん、これからも楽しく聞かせていただきます。いつか山形にも来てください。先生、先生、これ乾燥剤について何とかしてもらおうっていうのはどういうこと、しなくていいのかな。この質問は何も書いてないよね、実際には。まあ、ね、いいんじゃない。まあいいんだよね。まあ、山形も行きたいね。山形行ってないね、うん、最近、まあ、あのよく行く店で、うん、お通しに出汁がかかってんだよね、あの冷ややっこに。冷ややっこね、うんうん、それですっかり行った気分になってないよね。それの 山形したの。そうだよ。あ、そうなんだ。出汁がね、出汁をかけるってことが、うん、へー、出汁じゃなくて、醤油じゃなくて、あのね、出汁ってね、うん、そうじゃなくてね、うん、どういう出汁なんて言うんだろうね、全部野菜を細かく切ったようなね。あ、そういうめんつゆみたいなもんじゃないってこと。違う、そういうものがあるんですよ。だしってものがあるの、山形特有の。じゃあなかなか食べれないね。いや、今セブンイレブンでも売ってます。そんなポピュラーなの最近ね。ここ数年なんかすごくポピュラーになってきたね。へえ、知らない。そうなんだ。そうそう、美味しい。美味しいよ。へえ、来たよ。はい、ギボンさん。ギボン、うん、高松のポレラはぬくもりの店の人だって。ほーら、大黒時代からいます。うん、巷ではセガールと呼ばれてます。セガールニックネームがセガール。セガール、ポールウェラーじゃないんだ。セガール明らかにさ、前の時はさ、店員だったじゃん。店員だよね、うん、今ぬくもり時代はね、もうね、客と化してるんですよ。ああ、やっぱこじんまりしてるってこと。それもあるね。でさ、暇だとさ、例えばさ、店のおばちゃんとかもさ、中華料理屋でもさ、暇だと簡単に座っちゃうんですよ。座っちゃう、座っちゃうね。その期間が長いんだよね、じゃあね、ウェラーも。なるほどね、それでこれだけ間違ったんだ、うん、で、飲んでたよ店員なのに飲んじゃった。飲んじゃってたよ。暇だったの、これ飲んじゃ、行った時誰もいなかったよ。あ、そうね、それじゃ飲んじゃうよね。まあだからね、ちょっと高松行きたいね。ねえ、あのストリートいいよね。だってぬくもりで朝飯、タンタンで昼飯、ハイデンで夕飯、はいはいはい、完璧じゃん。完璧だよ。2日ぐらいは2日ぐらいは確かに。それ以上いないじゃん。まあそうだ、どう考えたって、はい、また新しい名前つけちゃったね、ストリートに。ぬくもりストリート、ぬくもりストリート、いいストリート、うん、あそこでもそういう名前つけないのに、本当にある可能性はある。あ、でもダメだ、ぬくもりで店があるんだもん。いいじゃん、あんたたちがずれたしな。じゃん、いやいや、いいじゃない。でも総称ですから入れ替えればいいんだよね。そうそうそう、今月はライデンストリートでも。ライデンストリート、うん、めんどくさい。
でも絶対さ、あのフラカンとか次のツアーでさ、ぬくもりしといて行くよね。行く行く。マエさんとか絶対ゴタクにあれでしょ、LINE で来るでしょ。てかこれあれだよね、聞いてるバンドのツアーやバンドの人は、うん、まあ行くだろうね、みんな。だからこのコースをな辿ってほしいよね。辿ってなんぼだね。辿らないと無理。何朝何？ぬくもりで朝飯。朝のぬくもりね。うん、で次昼は。担々でカレー。担々でカレー、はい。夜ライデンで担々麺。担々麺。ずいぶん食べるね。一日三食。なるほど。うん、これをねやっぱやんないとツアーバンドとは言えないだろうね。確かにこれをクリアして初めてのロックバンドだね。そうそうそう、あ、じゃあロックバンドって言えばさ、小手君さ、うん、この前さ、うん、あのレッドクロスでさ、うん、熊谷ナイトみたいなのやったんですよ。あ、タンクトップね。タンクトップ、うん、で真冬にね、うん、まあほら年齢的にもさファンがちょっとやや高めじゃないですか、うん、はいはいはい、でもタンクトップ着てくると、うん、ステッカーあげるって言ったからタンクトップなんていうの着てきた上に厚着で来るわけですよ。なるほど、冬だからね、はいはい、でちょっと外人イメージして、うん、外人だったら T シャツの上にもう、うん、真冬でもさ、はいはいはい、ダウン1枚みたいな感じでしょ。でも年寄りだといっぱい着るじゃない。でそのイメージだったんだろうね、うん、一番奥にはタンクトップ着てるんだけど、うん、タンクトップ見せないとステッカーもらえないから、うん、もうテロリストのボディチェックみたいになってるけど一人一人、うん、これで入り時間で30分押したらマジでいいじゃん、みんなにあげちゃえば。そうなの、俺もそう思ったんだよ。そんなライブ押すぐらいだったら、うん、もうみんなにあげちゃえと思って。そうだよ。それでね、うん、着てきたやつがすげえ少なくて、うん、200枚もステッカー作ったのに、うん、150枚残ったから。もうめっちゃ悲しくなってさ。マジか。残念だな。で、それで熊谷とりあえずナイトで、うん、司会で呼ばれたのよ、俺。うん、で、うん、とりあえず俺って熊谷の中でどういう位置なんだろうと思ったわけですよ。はいはい。それで宮爺とさ、八木橋の、うん、調べたのちょっと、ね、iPhone で、はい、熊谷市有名人、うん、したら有名人ナビみたいなの出てきたんですよ。でバーって言ったら、うん、まだ1位が分かんない誰だか、スポーツ選手が多かったんだけどね、うん、で2位がほら俺の同級生の息子の原口はじめくん、あの、そう、サッカーのワールドカップ代表だから、これが2位、これ納得できるんですよ、うん、うわーってスクロールして、うん、俺37位。お、いいじゃん。で、下が38がダンプ松本だよ。ダンプより上なの？ダンプより1個1個上だったの。すごいじゃん。すごくないでしょ。いや、すごいよ。でも森村誠一が48位とかなんだよ。へぇー。不思議なのランキングだよね。まあ、77年だったら違ったろうけどね。あ、そういうことか。今を反映してるから、森村誠一もしばらくね、そういうことだね、角川映画前線の頃だったらね、そういうことか、うん、また犬神家の再放送の人、ね、そういうか、俺ダンプ松本同い年だしさ、37位38位なんだよ、すごいね。俺も多分豊島区県外だよ。もっと絞ってったら池袋、池袋有名人芸能人とか入るんじゃない？結構いるか、池袋出身。目白、目白いないね。目白で絞ってたら手に入るんじゃない？そんだけいないってことだよ、ね、いや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 、わかんないけどさ池袋で見かける有名人、あー、そういう、今度調べておくよ、これ、うん、お願いしますよ、でね、うん、他のやつもちょっと調べたらさ、うん、まあほら、いろいろそれ出てくるじゃない、うん、だから何、森村誠一さんって小説家とか、うん、で、加藤久志って書いてあったらさ、うん、あれ誰が書いてんだろうね。で、作詞作曲とかボーカルとか、うん、そういうふうにこう書いたんだよ。で、俺の欄だけ嬉しかったのは、うん、コレクターズのボーカル、うん、作詞作曲、その後ろにロックスターって書いてあった。マジで、マジでこれ一番嬉しかったんだよね。それ半分バカにしてない？バカにしてる。バカにしてんの？ロックスターってわざわざ書く、まあ、確かに書かねえよな、わざわざ。バカにされてんのか、俺。ロックスターね、言われたことねえからさ。そうね、ロックスターってね、うん、ちょっと嬉しかったんだよね。まあ、いいじゃん、ロックスターか。一番後ろにね、もう付け足されるようにさ、うん、ロックスターみたいな。そういえばスターでもいましたけど、一回韓国に旅行行った時にさ、うん、普通の旅行者の、まあ、一緒のなんか車とかで移動するじゃない、空港から。空港からね、なんかさ、すごい 女の人がさ、うん、でっかいサングラスかけてたんだよ、はい、ね、うん、で目なんか見えないからさ、どんな顔してるか分かんないじゃん、分かんない、だから天井のおばさんもね、うん、面白かったよ、うん、ね、そこでムービースターって言ったんだよね。もうサングラスだけで、うん、人悪いと思った、人悪いと思った。でもそういう扱いになっちゃうんだね、なっちゃうんだよ。
いやー面白かったんだよね。どこ行ってもあのさ、最初案内されるわけだよ、最低限のところは、ね、でどこ行ってもお土産みたいなの売ってるじゃん、で必ずキムチなんだよね。あーそのムービースターがもうキムチ飽きたっつったんだよ絶対キムチだね、こだわり絶対キムチだよ、どこ行ってもどこ行っても焼肉はよく言ってたね、こだわり言ってたね、飲みに、あの時も 何も言わずお通しみたいなの出てくるの。向こうはねすごいんですよ、あの肉だろ、じゃあ一皿、カルビだろカルビ、はいはい、そうするともうね、うん、キムチからサラダからもう5品ぐらい出てくるの。あ、それについてくるの、セットなんですよ。でこれ名古屋の喫茶店モーニング状態ってこと。そうまさにあれだね。へえ、そうなんだ。じゃあお得感満載だね。だから肉だけだとちょっと高いなって印象があるけど、うん、結果的に相当安いね、あれね。ああそうなんだ。まあもう随分10年ぐらい行ってないからね、韓国。子供にもすごいハマって言ってたよね、焼酎飲みに。言ってたけど韓国語まで習ってたね。そうだよね、韓国語をやべってたもんね、子供ね。で、純ちゃんとこの韓国人と会話したもんね。そうだよね、うん、でもフィリピン人とも会話してたよね。してたねそっち系強いね。もう忘れたけどね。すごいな、インターナショナルだな。なんかね、あの時ちょっと韓国に凝ったね。何だったの、わかんないね。でも本当にさ、なんかもう何、博多のさ屋台に飲みに行くがごとく、はい、こう気軽に行ってたじゃん、うん、気軽だもん、近いから。そんな近いのか。近いよ、沖縄行くのもんだよ。あ、そう、あのフィーリング、気持ち的にね、近いもんね。リーダー小田さん、どうも。どうも。ツアーお疲れ様でした。どうも。ファイナルのサンプラザ行かせていただきました。ライブが終わり、はい、知人のメンマ君とメンマ君の友人数人で打ち上げようとブクロへ向かいました。うん。いつもの店は普段と客層が違い、コレクターズファンでいっぱい、チューハイを飲んでいると簡単に年配の男性を発見、うん、あれ浅田さんじゃないですかってメンマ君の友人に聞くと、うん、多分そうだとのこと。その方は夫婦でトムズキャビンにも詳しく、迷いながらも奥さんが、はい、奥様が声をかけてきました、はい、数分後その奥様はなんと浅田さんを連れて僕たちのテーブルへ。浅田さんは優しく気さくに話をしてくれました。コレクターズの曲で何が好きですかの問いに、うん、明治通りあれいいねシオンの給料が6倍だったのは本当ですかの問いに、そんなわけないよとのことでした、うん、これは本当だよね。本当本当それ本当。ネオジーエスの中でも加藤の才能は群を抜いていた、うん、今も変わらずにやっていることは素晴らしい、うん、コレクターズの方はみんなおしゃれなど言葉もいただきました。それもコラムに書いてそのままじゃねえかよこれジャムの話になり、うん、コレクターズがクリスマスイブにジャムでライブをやることに伝えると、うん、もうそうか、次の日誕生日なんだよなとプチ情報、うん、その後も明太ロックを仕掛けた時に、うん、明太子を持って挨拶に行った話、さまざまな海外アーティストを呼んだ話などを聞かせていただきました、うんうん、後半浅田さんの音楽遍歴を聞かせてくださいと言うと、うん、長くなるよと前置きしてから長くなるよ丁寧に話していただきました、うん、途中僕の隣にいたメンマ君はボソッと長えとつぶやきました、うん、ちなみにサンプラザでは1曲は聞いたそうです、うん、最後にコレクターズをこれからもよろしくねと言って帰っていかれました親じゃねえんだろ青と黄色のもしもしピエダさん、これか、これでジャムの情報を知ったんだ。電話かかってきたんだよ。ああ、そう。うん、浅田さんから。おい、ジャムにあるのつって。ああ、そうなんだ。うん。なんか俺が、えって、いつって言ったら、イブって言ったのにもう忘れちゃってて、いや、クリスマスイブですよって言ったら、見たいな見たいなってずっと言うんだよ、うん、でもこの日は抽選とかやってすごい激戦でね、うん、勝ち抜いた、ねうん、人しかチケット持ってないから招待枠ゼロなんですよって言ってんのに、うん、見たいな見たいなってずっと言ってんの、うん、浅田さんとかしょうがないよ。だから、うん、もう松本社長に、うん、ちょ相談しますよって言って、うん、その日ちょっとビデオとかも撮ったりするからって言ったら、じゃあカメラでも回すってカメラマンで入んのかよお前みたいなでそれで、ええ、もう何度も言ってんのに、ええ、いつだっけだからクリスマスイブだって言ったら、あ、それね俺の誕生日は前の日なんだよ自分の誕生日基準に考え出して、じゃあ忘れないでね、イブで浅田さんの誕生日の前の日だからね、うん、って伝えた。ああさすがだな、うん、さすがだよ。ずっと言ってた、見たいなって見たいな、ジャムだよみたいな、それで出会わしかないね、うん、今回のっつって、そう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 
来ない人ほんと面白いよ。でここで情報を得たんだ、そうジャムのライブの。いやなんで知ってんだろうって。メンタルロック仕掛けたの浅田さんも。ルースターズやってたの。あそういうことね、うん、スマッシュであれか。スマッシュで、でまあ仕掛けたっていうか結構ほら、うん、最初の頃シーナンドロケッツとかをエルビス・コステロを呼んだじゃない、うん、あの第1回目の来日の時のオープニングアクトにシナロケを選んだのも浅田さんなんだよ。ああそうなんだ。うん、それはね、あのシナロケのマコちゃんから聞いた。へえ、すげえ嬉しかったっつって。ああそう、うん、鮎川さんが、へあの選んでくれて、それは浅田さんだっつってさ。へそしたら隣で死んだら、そうなのよっつって一日一応仕事で押し来たんですよ俺にあ、そうですかっつって言うのさ死んださ、いいんだよ、よかったよね、うん、そうなのよっつって、そうなのよっつっていちいちさ必ず二人でいるじゃん。そう、いるね、うん、そうか。だからいろんなところでやっぱり浅尾さんいろんなことやってるからさ、みんな知ってる。一つこうとにかく気になってるのはさ、浅田さんが書いたコラムの中でさ、うん、ビジュアルがビジュアルって書いてあったの、ね、ビジュアル、ね、浅田さんもいろいろあれ記憶が錯乱したね。そうだってめっちゃ曖昧だもん、うん、俺たちは初めて見たのがジャムになってるよ。順番がいろいろ崩れてる、ね、そうそう順番がちょっとね、うんうん、そうなんだ。言ってることは間違いじゃないんだけどね。そうそうそう、年号がね、そうそうそう、そうなんだよ。浅田さんと初めて会ったのはだって日本放送だもんね。日本放送、ね、日本放送の銀スタのライブ終わった後。違うよ、俺わざわざ行ったんだ。わざわざ行ったんだ。俺らどっかにいたのよ、イメージボックスかなんか、うん、それで呼ばれてったの。それで、うん、和田さんもいて、うん、浅田さんが今なんか日本放送の下で飯食ってるっつって、うん、でなんか車で行ったんだ。そうだっけ。で和田さんが先に中入ってって喫茶店だよね。そうそう、ね、話してて、うん、で戻って一人戻ってきたの。その時、うん、和田さん何つったか知ってる？おごりっつったんだよね。よく覚えてる。意味が分かる。飯飯おごりってことなんだよ。そう、そこで会ったのは覚えてるんだけど、俺はほらなかなか日本放送なんか行かないじゃん、うん、だから一回ほら銀河スタジオでさネオ GS のライブやったじゃん。そう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 、俺あの帰りだったかなーなと思ってたんだけど、そうじゃないよね。違う違う、だってデビューして途中だもんね。で、あれじゃ、あとイメージ、思った、イメージボックスにいて、うん、長谷川ちゃんもいたんだよ。その時に、うん、で、なんかさ、それでさ、うん、台南タミーってやつでしょ。台南タミー、はっしゃーってやつさ、で俺、台湾料理のね。俺食えねえとか言ってさ、うん、で、どっか飯食いに行こうよとか言ってたんだよ。うん、だからさ、和田さんがさ、うん、でも今日は経費がないなみたいな話してさ、うんうん、さ長谷川ちゃんもさ、なんか、やべぇみたいな話したの、うんうん。その流れで浅田さんのとこ行ったから、おごりってなったんだよ。なるほど。そうか、うん、今分かった、うん、だってことがあれだもんね。日本放送の銀河スタジオでライブやってる時は、うん、まだ俺たちレコーディングにも入ってないし、入ってないよ、ね、そうだよ。だから浅田さんに会う必要なかったもんね。そう、あれだって関根勤さんと会ったじゃん、あの時あった、ラビット席で。そうの頃は、うん、そうだ、レコーディング入る前ですよ。前だね、うん、それはね。そうなんだ、今全てがくっついた。銀スタはね、なかなか微妙だったね。なかなかね、クリス専用。そう、あれレコードになったよね。なった、うん、CD にもなったよ。あのと、ああ期待していたのに紅白出場はザコレでもスピッツでもなく、うん、30周年のやりがしでしたね、うん、お二人は紅白見ますか、うん、月のリンゴさん。はあ、まあザコレなわけもないしスピッツなわけもないね。まあ俺たちは全然遠いよ。エレカシね、なんて謎だったね。もうこんな一般的には人気あるんじゃないの。いやでも紅白人気あるからとか、そういう世界でもないか、だけではない、そこだけではないね、うん、でも俺たちはその紅白に出るべきなんていうの、うん、どこもクリアしてないじゃん。何にもしてないね。永遠に出れると思わないよね、うん、まあ出なくてもいいけどさ、まあ、そういうことですよ。あの、うん、週刊文春とか読んで勉強してください。今日6日、松たか子さんのアルバム明日はどこから、はい、リーダーが恋のサークルアラウンド、はい、楽曲で作詞作曲、うん、久しぶりにやりました。どういう曲なの。あのね、2人だけのデートを、ああいう感じ、うん、を傷だらけの天使のテーマソングにアレンジした感じ。全然イメージできないでしょ。何とか分かる。あ、分かる、だから分かる。キーだ、キー、 A、 A か。あ、俺が書いたのが A だけど、松たか子さん何だろう、分かんない。たたてったらりたった、うっちゃ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 ってドクターギョンが弾いてると思って、
ああいう感じね。もう分かっちゃった。分かった。タッ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 。ああ、なるほど。12月20日はですね、ヤニア通りのブルースという私が監修したコンビが出ます。このジャケットかっこいいね、渡辺君ね。うん、見たけど。これかっこいい。ね、そういうセンス、コレクターズのアルバムの時にもアイデア出してよ。全然無関心だよ。いつも言ってんじゃん。だから俺、いつもまずメンバーが出ちゃダメだっていつも言ってんじゃん。メンバー出ちゃダメなんだ。そっからです、まず。厳しいな。うん、あのね、ピラニアにが出るんでね、うん、あのイーストアやるんですよ。あのさ、もううちさ、熱帯魚屋じゃないんだから、うん、ピラニアが出るんですけどって言われても、うん、ね、も詳しく説明したら、ピラニアって魚だからね、普通に。そうそうね、何ピラニア通りのブルースを発売を記念してね。で、どういう内容なの、うん、まあ、なんて言うんだろう、僕の子供の頃のね、うん、なんていうの、うん、体験したような風景をさ、うん、まあ、アルバムで表現したかっただけですよ。なるほど。人も手を借りてね。あ、じゃあ人の曲でいろんな曲、孝太郎君がチョイスしてくれたいろんな曲が入ってるってことね、うん、この ピラニア通りのブルースが。だからコロンビアって結構昔の音源いいのいっぱいあるんだよ。あるよね、うん、うん、なのでちょっとね。なるほど。でインスタをね、うん、翌21日19時から池袋の HMV エソラ店でね、うん、やります。なるほど。なぜかモビーが司会で入ってくれますね。モビーが司会なの。まあルックス的には合ってるけどね。そうなんだ、そうなんだ。いいよね、うん、これニューブリードってことでしょ。そう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 、うん、そう、これいいね。これはモビーがいろいろこう昭和についてね、僕にこう教えてくださいっていうね、うん、教えて昭和カレー好きっていうコーナーにしてるんですよ。なるほど、いいじゃないこれ。これいいよ、すごくいいよ、ね、うん、モビーいいよね。司会業もいけるよね、あいつね。出たがりだしね。そう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 、結構出たがりなんだよあいつな。、うん、なんかいいよ、うん、合ってる。クワトロが12ヶ月連続やります。はい、詳しくはですね、ザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。はい、写真集アンチューカーに外れたアーカイブもこちらからどうぞ。毎週水曜日更新。 P メール袋24@gmail.com こちらでお待ちしております。はい、それではまたね、来週お会いしましょうか。はい、Do the download Do the download 池袋交差点24時。